今回ですね、初摘み限定有明海産福岡有明海苔ということで、ここに書いてるようにそのままつまんでパリパリスナック海苔バター風味って書いてるので、ちょっとお菓子感覚で食べれるようなですね、海苔なのかなと思います。ここ8切れ80枚っていうふうに書いてますね。板のりにすると10枚分ということですね。はい。小朝商事株式会社販売というふうに書いてます。はい。福岡有明海漁業組合。はい。ということですね。で、原材料は、甘海苔、植物油、食塩っていうふうに書いてるので、どうなんですかね。バター風味っていうふうに書いてましたけれども、バターなんか使ってるんですかね。はい。ちょっと開けてみます。はい、海苔ですけれども、こういう感じですね。すごくツヤツヤでピカッと光るような感じで 海苔ですね。黒くて美味しそうですね。こうパリッとしてる感じ分かると思います。はい、一つ食べてみます。海苔の風味もあって、ほんのりバターの風味あるような感じですね。これご飯と一緒に食べてもいいですね。そのままお酒のつまみにしてもいいと思いますけども、あとサラダなんかもですね、これパリパリっと割ってちょっとかけながら食べてもバターの風味あるので、いいと思います、これ。おやつ代わり、ちょっとした、サラダとかの料理のアレンジなんかですね、お酒のつまみにいいですね。はい。まあ、今回ですね、この福岡有明海苔食べてみました。